プレゼント企画やってます。詳細は概要欄へ。こんにちは、シーバースラーラボです。もう、はい、日曜日なのでね、スキスキルは今日もやっていきましょう、はい、ということで、もうね、パパパパパーっといきたいですね。大丈夫、はい、で今週のスキカフェ、あ、プチカフェ、はい、プチカフェ、スキスキルはこちら、はい、もうスキカフェでもいいよ。はい、アイマさんから出てるアイボーン、ね、これは98かな、98F シャロンってやつね、はい、うん、ヘンミさんがプロデュースした、そうね、まあ、アイマーのシャローランナーよね、うん、なんか今ほどシャローランナーシャローランナー言われてないご時世のシャローランナーやったね。シャローランナー、まあ昔からシャローランナーってのあったんでしょうが、うん、今こそシャローランナーのもう全なんかもう戦国時代よね、うん、まあね、まあリップありタイプのシャローランナー、うん、これはねこれはね、うん、あの勝ってから相当経つ、まあね、相当使い込んどる俺、うん、ほら見て、もうさっきの面でもそうやったけど、もう塗装がほぼ剥げてる。これ、これね、拾ったとかじゃないんだよ、本当にこれ新品で買ったけ、うん、うん、俺はもうなんかロストしてしまった。マジ初期の頃めっちゃ使えたけどさ、これ釣れるよね、釣れる釣れる。で、これまだこれ浸水してない証拠にウエイトちゃんと動くよね。いい音、そうで、俺やっぱこれにも思い出があってさ、おうおう、ストーリー、そう、うん、これね、俺がまあ、これ2015年発売なんかな、うん、で、俺がシーバス始めたのが2016年とかやったと思うよ、あ、本格的に始めたのが、そのぐらい、もう初めてすぐぐらいに買ったよね、うん、それで、初めての秋を迎えたわけよ。なるほど。で、秋爆みたいなのさ、うん、経験したことなくて、うん、まあ、別に爆らんかったけど、その時も、うん、秋のシーバスはもうなんかパンパンですごいよみたいな、うん、あるやん、うん、そんなもん話には聞いとるけど、うん、実際言ってたことないし、うん、ね、どうしようどうしようみたいな、ね、って思いながらこれを一心不乱に投げた時に、うん、もうドンきて、もうそれがもう秋個体やったよ、完全なパンパンの皮とか11月か10月ぐらいに、そう、皮で70センチぐらいの、それがすっごい心に残ってる思い出深いルアーやん。じゃあそう、よう今まで出さんかったな、スパじゃないそうだよ、これはね、いや、これやっぱだいぶお見苦しくなっとるけんさ、まあまあまあね、それもあったよね、要素としては。まあ塗装剥げとるやつはなるべく出さんようにみたいなところあったもんね、うん、そう、まあ、かといって新しいのを追加もしてないよね、うん、好きとか言っときながらいや、違う、なんか思い出深いけんさ、こいつが好きやけ、こいつ個人が好きやけってことやろ、双子を好きにならんってことやろ、そうよなるほど、ね、でも本当にこれでもなんか MRD が乗ってリニューアルされたんやったっけ、うん、なんか新しいのあるよね118かなんかが MRD モデルになってった。え、そうなの、忘れた忘れたんやけど、ああ、初搭載118やね、やっぱりで、これがね、やっぱり俺は好きで98、うん、あ、で、これウェイトボールなんやけどさ、うん、まあまあまあウェイトボールなりの飛び方をしてくれるよね、うん、で、やっぱりこのリップ、ちっちゃなリップやけんさ、うん、これが抵抗を多分あんまり受けんないのね、水の抵抗を、空気抵抗を。このリップが可愛いと思って俺買ってしまったの最初。そう、俺も、ね、これで結構飛ぶよね、ちゃんと。そうで、なんか暴れすぎずナチュラルに押しとやからね、そう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 、もうなんかそれよ、もう何、もう日本の女性よおちょぼ口、そうで、押しとやかな、なんかこう、なんかこう、あの着物着てこう、着物やけんさ、大股歩きできんやん、うん、こう、小股でチョク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 そういう目で見よった相棒を、ここにこうやってなんか、なんか手提げ袋みたいなの持っていく、チョク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 こういう感じよそれが相棒。そう、まあ今でこそね、エルドールとかあるけど、うん、こっちの方が先やもんね。そうで、なんか似た感じで言ったらクオリーとかも出たやん、うん、なんか違うよね、やっぱりクオリーはもうちょいなんかごつい感じやし、うん、なんかミノって感じや、ね、これがメスやとしたらクオリーがオスやと思うよね、わかる、
俺的には全然カテゴリー違うやん。ああ、そうかそうか。うん、なるほどね。そう、どちらかっつってエルドールのがなんかオスカーある。ああ、うん、分かるよ。なんかエルドール、なんかでもエルドールはチャラい。ああ、そういうこと。なんかホストみたいなイメージが。エルドール、うん、名前的にも、うん、なんかチャラいことね。どうもエルドールですみたいな。そうだねみたいな感じ。そう、うん、よくないな。よくないよ。ちょっとよくないな。まあ、13グラムね。はい、13グラムで、まあレンジはね、20センチから40センチぐらいのイメージかな、うん、俺の中では。うん、で、まあ、早巻きしてもいいし、うん、もうそれこそゆっくりが好きやね。うん、もうどんなルアーもゆっくり好きって言うけど、もうゆっくりはやっぱり好き。そうそうそう。そう、これでね、明暗の境目をね、ゆら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 ってしてみ、釣れますから。それこそさ、うん、エルドールもなんかジャーキングとか、ああできそうやね。うん、アイボーンも。アイジャークとか言って、そうそうそう、アイジャークできそうやね、うん、アイジャーク、アイジャーク、エルジャークじゃなくてアイジャーク、うん、可能性がまだまだあると思うよね。まあ、スイム出してない、スイム出してないかもしれんな、多分それもこの汚いっていう理由で。じゃあスイムも出せや、今度ちょっとまた見かけたら買おう、うん、ジャークしてみよう、うん、うん、はい、楽しみが増えました、増えました。はい、というわけで、まあアイマさんのアイボーン、はい、ね、サイズラインナップも78、98、118とね、うん、意外と豊富で、うん、でなんといってもヘンミさんがプロデュースしてる、そう、うん、間違いないんじゃないですかね、それは間違いないですね。干潟、うん、とかでめっちゃ使いよったやろ多分やろうね、うん、まあ、遠浅やけんこのシャローっていうのが生きとんやろね。そうね、そうで、まああとはこのね、ビジュ、こ、うん、ビジュ買いするのが一番やっぱルアーのね、購入動機としては俺的にはでかいかな。購入動機もやし、やっぱ使用動機としてもさ、ああ、ビジュね、ビジュが良かったら選びたくなるっていうのあるよね。そう、そんな心にぶっ刺さりそうなアイボーンだと思います。はい、ぜひ皆さんお手に取って試してみてはいかがでしょうか。はい、それでは今週はここまで、うん、ご視聴ありがとうございました。よいしょ、さよなら。